はい、コズトの趣味部屋へようこそ。今回はね、また、ちょっと違う変わったフィギュアは変わってはないか、はい、まあみんな大好きかな、仮面ライダーですね。はい、その仮面ライダーから、はい、こちら、ダン、はい、仮面ライダースーパーワン。こちらのね、メディコムトイさんから出ている RAH シリーズですね。はい、仮面ライダースーパーワン。はい、こちらをね、中古でちょっとジャンクっていう感じで、お安く、買いました。はい、いやー、自分ね、仮面ライダーはスーパーワンだけ集めてるんです、はい、自分の推しライダーなんでね、はい、まあ、自分が本当小さい頃、本当ね、5歳とかそんぐらいの時にやってた、仮面ライダーなんですよね、はい、これとあと自分の全盛期だったのが、全盛期って本当もうそんぐらいの5歳とかそんぐらいの時ですよ、やってたのがスカイライダーもあったんですよね。スカイライダースーパーワンってきたんですよね、うん、でスーパーワンはね、ほんとすごい好きで、うん、めっちゃ憧れだったな。これ内箱、それかアウターなんですけど、内にちゃんと絵も入ってるんですよね。これすごいよくできてんだよな。はい、でフィギュア自体はこういう感じで、ちょっとドールっぽいやつですね、はい、アクションフィギュアっていうんですかね、はい、まあ仮面ライダースーパーワンの何がかっこいいってさ、この今でも色褪せないこのマスクね、かっこよさ、まあ、昆虫のあれをも残しつつも昭和ライダーとは思えないデザイン、もう目がちょっと釣り目っぽくなってたり、あとちょっと熊取りみたいなのが入ってたりで、かなり斬新なデザインだったんですよね、うん、だから今でもなんかそんな、うん、かっこ悪いっていうデザインじゃないんですよね、むしろかっこいいみたいなね、はい、今日こちらをねちょっと開封するのと同時に、ちょっと自分が持ってるスーパーワングッズをね、ちょっとご紹介したいと思います。まあ、ちょっとしかないんですけどね、はい、では早速ね、こちら、箱の方、中箱の方を見てみましょう。はい、中箱の方を開けるとこういう感じですね。いや、めっちゃかっこいいんですけど、これうおー、やっぱかっこいいな、この 目がかっこいい、スーパーワン。まあこのバイクちょっとね、時代を感じるよね、モトクロスみたいな。スーパーワンって剣持ってたっけ、うん、まああまりにも小さいんでね、あんま記憶が定かではないんですが、でもね、スーパーワンのね特徴としてはね、まあこれちょっと開けれるんですけど、まあ中にこうやってね、普通にもう見えてるんですけど、ちょっと今ね、触覚が1個、外れてますけどね、はい、はい、ちょっとあれだな、とりあえず出さないとわからないんで、ちょっとね、ブリスタの方まで持っていきたいと思います。はい、ということでね、ブリスタの状態まで持ってきました。はい、一応ね 2層になってたんですけれども、こちらは一応人型のあれが入ってるんですけど、何も入ってないんですけどね、これ多分あれか、これを重ねるときにこうくぼみができてるって感じなのかな、うん、まあ、一応ね、パッケージとか見ても特に2体入ってるとかなかったんで、はい、多分そうでしょう。で、スーパーワンの特徴の一つ、この錦野明のねひらひらみたいな、これがね、ほんとその当時はすごい流行ってて、それのあれでついてるんですね。はい、こ
んな感じでね。はい、で触覚の予備は未使用ですね、うん、でここの触覚はさっきここら辺にあったんだけどな、どっか落ちた、はい、でスーパーワンの特徴としては3つの、ハンドパーツを変えることができるっていうね。これ今のねライダーとかにも言えるんじゃないですかね。平成ライダーとかにもそれを昭和の段階でも実行してたっていうね。まあ自分も本当覚えてないんですけど、ベルトについてる何かをこう変えるのかなんかを押すのかなんかをするとチェンジできるんですよね。これがパワーハンドだったかな。でこれがエレキハンド、なんだっけ、まあ、とりあえずあれこんな手もあったっけ、全然記憶ないな。ちょっと自分の予想をはるかに超えてましたねいろんな意味で。はい、ちょっとね取り出してね、見てみましょう。はいはい、本体を取り出しました。はい、こちら、いやいいわ、スーパーワンやっぱかっこいいわ。はい、出た、錦野明、木の明じゃねえよ、西城秀樹か西城秀樹ばりので、ジャンクの一つとしてこっちはねちょっとないんですよね。これが取れちゃって、はい、それがジャンクの理由です。他はね特に問題ないと思うんだよな。ちゃんと関節もね結構緩くなくね、ちゃんと舵やし、ちゃんとありますあります。これがベルトなんですけど、ここがここにね、なんかあるんですよ。忘れたけどねこれがねハンドの色と同じなんで、これを押すのかな、忘れたな。むしろ手パーツがそんなあったとは思う、知らなかったな。俺の中でこれが印象的だったからな。はい、ではねちょっとデパーツを、変えていきたいと思います。今ね、ついてるこれが、スーパーハンドってやつですね。はい、でこれが上から、順に、赤いやつから順に、パワーハンド、エレキハンド、冷熱ハンド、レーダーハンドと。はい、つまりスーパーワンは5個の手パーツを変えることができるっていうね、はい、ファイブハンドっていう。いや全然知らなかったな、知らんかった、覚えてね。でも好きなことだけは確か、うん、はい、ではね上から順にパワーハンドをつけていきましょう。はい、
はい、ということでね、ちょっとまあ無言解説で、はい、さーっとね腕パーツ変えていきましたが、はい、やっぱり自分の中ではね、やっぱこのスーパーハンドの方がしっくりくるな、うん、ポージングもねちょっと決めてみました。はい、まあ、ちょっと自立するには困難なんでね、補助パーツが必要となります。一応ね、自分のこの中にも補助パーツ、はい、入ってました。はい、こんな感じだね。はい、まあ入ってたんですけども、これなんか未開封だったんですよね。うん、だからわざわざこれ使わなくても、ちょっと自分の部屋にはね、こういう補助パーツがたくさん置いてあるんでね、はい、そちらの方を使わせていただきました。と言ってもね、今ちょっとあの壁にかけるような形で立たせるだけなんですけれどもね、うん、まあちょっとね近寄って見てみましょうかね。はい、ということでね、一応ねこの RAH は、以上でご紹介終わりとさせていただきます。続きましてね、私のね、スーパーワンコレクション、そちらをご紹介させていただきたいと思います。はい、一応ね1個目、まず1個目のコレクション、こちらですね。はい、これはマスクだけなんですけれども、仮面ライダーのマスコレってやつですね。マスクコレクション2、はい、そちらの、仮面ライダースーパーワンになります。大きさはねもう全然大きいですね。まあこの RAH シリーズよりちょっと一回り、二回りぐらい大きいぐらいかな。でこれはね一応発光台座になってるんですよ。はい、自分の発光台座、当時はね発売の時は普通に発光しない台座と発光台座があったんですけれども、私のこれは発光台座です。後ろにちゃんと電池蓋もありますね。はい、で、ここを押すと、はい、光ります。いや、いいですね。はい、はい、続きましてがね、こちらになりますね。はい、壮絶仮面ライダー、悲しみの改造人間編っていうやつに、収録されてたフィギュアですね。これはボックスに入ってるやつで、まあブラインドボックスで何が出るか分かりません。その当時のラインナップはこちら、仮面ライダー1号で雲男で仮面ライダー新、これは口開けバージョンとノーマルバージョンで、仮面ライダースーパーワン、はい、我らが仮面ライダースーパーワン、はい、こちらはパワーハンドバージョンと、スーパーハンドバージョンで、これにはシークレットがあって、シークレットがスーパーワンのエレキハンドバージョンですね。はい、はい、ということで今回ご紹介するのはその中の、はい、こちらスーパーワンバージョン、スーパーワンじゃない、スーパーハンドバージョン、はい、これもかっすっげーよくできてんだよこのシリーズ。
造形がめちゃくちゃいい。かっこいい。すっげえかっこいいよこれ。よくできてるよな。前のねこういう食玩フィギュアの方がなんか出来がめちゃくちゃいいよな。今のと比べ物なんないもんな。はい、うわかっこいいなこれ。はい、でもう一つが、はい、こちらタワーハントバージョン。これもかっこいいね。素晴らしいよ。はい、かっこいい。はい、で続きましてエレキハンドバージョンといきたいんですが持ってません。はい、シークレットのエレキハンドなんですけれども、すで、にね、某ショップにて、購入してね、まだ届いてないっていう状態なんですけれどもね。はい、まあ、とりあえずこれで多分スーパーバンは全部揃うと思います。はい、いやこんなのが出てたなんてね全然知らなかった。すんげえ出来いいなこのシリーズ。全種集めてもいいぐらいだよ。昭和ライダーだけ、まあ、昭和ライダーだけなのかな。で、最後にね特別なものをお見せしたいと思います。これはねもう自分の中ではもうほんとお宝中のお宝と言っても過言ではない。はい、こちらわかりますか、仮面ライダースーパーワンの、カードです。でもただのカードではないんです。見てわかる通り、演じられたね、高杉俊介さんの、サインが入っている。もちろんこれは直筆サインです。はい、いやー当時憧れだったスーパーワンのねスーパーワン役の高杉俊介、はい、そちらのねあの仮面ライダーの役の名前かな、はい、なのでここには本名が書いてあるのかな、うん、役柄のね、はい、こちらね、もちろん偽物ではない、はい、こちらねちゃんと正規なルートで手に入れたんですよね。どこで買ったかといったらね、こちらです。はい、マンだらけです。はい、マンだらけで買ったんで間違いなくね直筆サインですね。マンダラケのスーパーを、あら、スーパーオークションじゃない。マンダラケのオークションで手に入れたんですよね。うん、どうしても欲しくて。はい。なので、これは本物のサインです。はい。マンダラケは偽物売らないんでね。はい。といったね、これ、私のお宝ですね。まあね、スーパーワンのね中の人はねいろいろと今ね問題を起こしたりしてね、はい、表沙汰出てこないですけど。はい、といった感じでね、私のこのスーパーワンコレクション、はい、こんな感じでいかがだったでしょうか。はい、皆さんもね推しのライダーいますかね、もしいたらね、コメントくださると、ありがたいですね。みんなの推しライダー、はい、まあ、自分はねスーパーワンかスカイライダーって感じですね。はい、という感じで今回はね、仮面ライダーの方を珍しくご紹介させていただきました。はい、これからもね、まあ自分はフィギュア全般をね、紹介していますんでね、はい、何か手に入り次第ご紹介させていただきたいと思います。なのでこの機会にぜひね、チャンネル登録、
またあのグッドボタンよろしくお願いします。ということで今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。